っていきます。意外とうまそうでしょ。いきましょう。地球滅亡60秒前だこれマジで5分で終わる。超クソゲーじゃねえか。緊急速報です。地球に巨大な隕石が近づいています。まもなく地球に衝突し地球を滅びます。隕石が地球に衝突するまでの残り時間はあと60秒です。ん60秒20年もかけて今日アナウンサーをになれたのに。マジかよ。もう放送なんかどうでもいい。お前らになれるんだぞ。あはははの家。何地球が滅ぶ。おい冗談だろ。どうせ死ぬな。好き放題やってしまうか。エッチなことしか思い浮かばん。あと少ししかないがこの時間だけ欲望のままに。でも人に迷惑を。クソ考える。人に迷惑をかけちゃダメなのってことは。何の説明も受けてません。何の説明も受けてません。はいはいはい。暴力と中ができて A と D で移動でそれだけだね。まずはちょっと偶し割りでいっていい。でこれで60秒後何が起きるの。子供じゃん。子供は殴ったらまずいんじゃない。おっとなんだタイミングか。はいここ OK。 バットはもう持ってんだ。あこっちに行けるんだ。なるほどね。まずはちょっと撲殺していこう。今回の地球はどんなにグラマーな女がおっても、いやちょっと分かった。でももう一回ちょっと撲殺やりたいな。これまだまだ殺せるでしょ。どんどん右に行けばいいんだ。あれここで行き止まり。タイムアップ。いや全部そうよ。エンディングはいや、全部そうな、真っ白な風景、ここはどこ？あ、なるほど。お疲れ様でした。目を覚ましてください。うん？ここは。VR 性格テスト終了でございます。お疲れ様でした。性格テスト？地球は滅びたじゃん。そうです。この研究所の最新設備で行われている VR 性格テストは、まるで映画マトリックスのような仮想世界を体験できます。このテストで人は分析、まあ別に人殺しの方でまだよかったかな。お風呂。俺のこのジヒョン甥っ子まで失格だわ。話しますね。今日でわかり。これどうすりゃいいんだろう。いやそもそもさ、これエンディングが分岐してたとしたらさ、そもそも夢落ちじゃない説がない、そういうルートがありそう。ああやっぱエンディングをたくさん引くゲームなんだ。はい、まずここちゃんと全員殺します。でバットの少年を倒して、バット確定じゃ、確定だよね。オッケー。プードル殺して。プードルが一番嫌いなんだ俺。ちょっとタイムロスってんだよな。ボリュー持ってる。なんか脱走じゃん。どうすればいいのこれ。どうすればいいの。あーダメだ。チューはこれで全員やったよ。うわマジか。いやなんもないよね。マジか。ちょっと全員撲殺ルート一回やめて、多分バット持ったら OK。 銃があるわ。あれ銃もらえんじゃねえか。ここら辺やる意味ないのかな。銃はよし来た。なんでー。あ積んだ。これ積んだ。あなるほど。クリックしてしよう。核ミサイルを地球に向かってたなんて考えられないわ。違うエンディングだけどね。僕もミサイル撃ちたい。自爆が追加されました。ちょっと宙行くか。そろそろ。まあそりゃそうか。めちゃめちゃ肝がられたわ。このまま女の子は女の子
何のためにこの宙はあるん？お前は？地味っ子は？ちょっと待って、ちょっと待って、みんな襲ってきてるって。これ暴動を起こして、いやめちゃめちゃ来てる。みんなやってくれ。あ、女の子に夢中になって、いや、それそんなことしたくらい一人で生き延びたいんだけど。あ、こっちでもまだあるんだ。どっち行けばいいの？左か？順序的、あー、核ミサイル？なるほど。でもこれで一応エンディング1個引いたべ。いや、全部さ、バット気味なエンディングやん。は？ジヒョンちゃん、僕は決して浮気をするような人間じゃないんだ。そうだろ。ちょっと攻略しにかかります。まずは子供を倒します。はい、バットを拾います。でそのまま走ります。あ、これはやんないといけないんだ。ここを無視します。で、ブロックバットで倒します。研究所のが入ります。監視員殺します。デンジャーゾーンを破壊します。核取ります。ダッシュします。女の子に注意します。女の子連れてきます。はい、女の子が来ると女の子に夢中になってここが開きます。12秒11秒、結構シビアだな。結構シビアぞ。やべやべやべ、早く早く、まだクリックできないね。今来たくない？ズドン、クリアくない？はい、イエーこれがトゥルーエンドじゃねえか。誰も止められなかった隕石を一人で止めるなんて違った。おお、いいね。私が知っているいつもあなたとちょっと違うけど、たまには人の皆さん、お前なんかまだこう今の死に方をして認めらんない人がおるか。僕もおじさんに多くの人の役に立ちたい。え、なんかしょっぱくない？やっぱり私の息子だね。人様に迷惑をかけずに済んで本当に良かったわ。あと殴るしかない。何もできるわけないじゃん。人に迷惑をかけないでじっとしてたのがベストだよ。本当あなたの彼女で来んでも。なんでお前。あはははあはははあはははと。なんで隕石と一緒に自爆した時よりも反応がいいの？怖い、つまんない、怖っ。